はい、おはようございます。皆さんこんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。はい、皆さんどうでしょうか。食事の時ね、まあ、なんだっけ、まあ、家族実家にいた時とかそうだと思うんですけど、みんなで、集まる時とかね、まあ、外食でもそうだと思うんですけど、気をつけてることってありますか？食べ方だったりだとか、そういうのもね、そうだし、私もやっぱさっき言った、今言った食べ方ですかね、口をね、まあ開けなきゃ食べれないんですけど、音を立てて食べるっていうこと、まああんまりよろしくないなと思って、ただうちのじいちゃんがね、やっぱ音を立てて食べてる部分があったんで、それがすごい嫌だなと思って、それに対抗して、なんかまあ元気じゃないけど、やってた時ありますけど、失敗したなと。やっぱね、うちのじいちゃんもやっぱ外食行く時があるんですけど、やっぱね、気許しちゃうと、音を立てて食べることがあるし、それがなんか嫌だなと思って、恥ずかしいなっていうのがありましたね。あとね、音を立てるっていうかね、もう爪楊枝でこうねやるのもなんか恥ずかしいと思っていましたね。そこでやるなよって。だから一時期、まあ、反抗期とも取れるところなんだけど、まあちょっと家族で食事するっていうのはちょっと嫌だったなっていうのはありましたね。で、まあ食事の時じゃないけど、まあ喋る時もね、なんかさ、口の中になんか物入ってんのっていうような感じでくちゃくちゃこう喋る人いるじゃないですか。なんか唾が溜まってんのみたいなさ。食べながらじゃないんですよ、ちゃんとね、こう会議とかで、まあ、プレゼンとかね、そういうので、やってると思うんですけど、なんか、ほっぺたの中になんか入ってんのみたいなさ。まあ、多分 YouTuber の方はないと思うんだけど、ね、普通に喋ってるっていうか、暮らしている上で、なんかありますよね。私もね、そうならないようにはしてるんですけど、まあもしかしたらね、そうなってるかもしれないですけど、そういうのはあったなと思ってますね。このご時世ね、そのウイルスの関係で、喋ることはやめてくださいね。大声で喋るのはっていうのはあるし、まあ、一言ね、あ、これ美味しいなとか、美味しいっていうぐらいだったらまだいいけどもねっていうような感じで、そのお店の人たちにこう話しかけるとか、呼ぶとか、大声で呼ぶとかね、そういうのはやめましょうって、なんだっけ、黙食だっけ、黙って食べるって言って、なんかそれって美味しくないよなとか思っちゃうんですよね。それだったらテイクアウトでね、やって、まあお家で食べた方がなんか美味しい感じがする、喋れてねって思うんだけど。あと何があるんだろうね。まあ基本的にはスマホは手に取らないようにはしてるんですけど、やっぱりね、写真とかメールとか LINE とかが入っている場合があるんで、それを見ちゃったりとかしてますね。だからもうなんかニュースとかね、見ちゃってる時があって。やめろとは言えませんけどね。私も人のこと言えなかったりとかするんで。そう、この前、このご時世というか、あんまりね、そのガストとかっていうのは去年一回も行ってないような気がするんだけど、
まあこの前4月かな、4月か5月の頭ぐらいに、4月ぐらいに、ちょうどその緊急なんたら外出なんたらが宣言が明けて、まあ1週間とか2週間ぐらいでね、空いてたじゃないですか。で、まあ5月ぐらいになってからもマンボウとか行ってね、まあ緊急なんたら宣言と同じような形で、まあ外に出ないでくださいって言われてましたけど、その時にねガストに行ったんですよ。ちょっと埼玉の方でね、お札をちょっともらいたいと思って、で今持ってるものをお返ししたいっていうのがあって埼玉の秩父の方に行ってたんですけど、でね、まあ、その帰りにちょっと早めの5時4時ぐらいかなに、まあ早めに食べよう、夕食食べようっていうことで行ったんですよ。まあ、ちょうどねその時金曜日とかそういうのだったんで、ちょうどその帰宅ラッシュの時間だったんですよ。それでも結構いろいろねリモートワークだなんだって言われてましたけど、結構やっぱね時間差っていうか、時間差っていうのかな、リモートワークじゃなくてもね9時から働く人もいれば11時からやる人もいればっていうことでね、いろいろと帰宅時間も様々なんで。でね、やっぱね、すごく違和感あった。人もっていうか、従業員の人もやっぱ少ないっすよね。で、従業員の人も、もう帰っていいよ、みたいな感じで、まるまるさん帰っていいと思うよ。ちょっと少ない、人少ないからね、って。で、タッチパネル。っていうかね、タブレット、各席にタブレット1個あって、でそれに、まあ、今来たのは何人ですかと、まあ、5人ぐらいまでやって、1人から5人までやって、でそれでタップすると2人っていう風に入れて、でまあ、その後は何回かタップして、まあ、メニュー表にあったんですけど、ちゃんとね、席の方にも、メニュー表はあったんだけど、そのタブレットからも注文できるようになってて、一応ね、そのボタンがあって、これとこれとこれっていう風に、こう、注文をできるようになってはいますけども、基本的にはタブレットでねっていう感じで、金かかってんなと思った。あとね、まあそれで注文しましてね、メニュー表にもねあったんだけど、その番号が振ってあって N の32とか B の33とかっていうと、入力するとそのカレーの トッピング付きとかオムライスの丸々っていうのがあったりとかしてて、まあ注文しやすさではまあいいかなと思いますね。ただなんだろう、耳の聞こえない方だとね、これとこれとこれっていうのまあめんどくさかったりすると思うんですよ。それだったらね、自分でこうタップして目で見れるから、ね、注文できるっていうこともできますけど、ただ視覚障害者の方はちょっと大変かなと思いますね。その都度いろいろと聞かないとダメだし、まあもちろん一人で行くっていうことは少ないかもしれないからね。皆さんどうでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。